今回は、こちらのウェブサイトの青い部分を使いまして、ウェブフローにおける列の扱い方について学んでいこうと思います。まあ、今ですね、こちら4つの情報が横にずらっと並んでいるという形になりますが、このサイトの一つの特徴としてはですね、この長さ、ブラウザ上の幅を変えていくと、この並びがですね、初めは、横にずらっと並んでいましたが、それが 2×2 になり、さらにもう少し狭めていくと、こんな形で、縦1列に並ぶという形で、レスポンシブの対応がされているという形が、言えます。で、この形をですね、Webflow を使って簡単に表現をしていこうというのが、まあ、今回の目的となります。では早速 Webflow の画面から進めていきましょう。今ですね、空のキャンバスがあるという状態です。で、この中にセクションをまずは入れていきます。はい。で、セクションを入れていきましたら、今回はですね、このセクションの中にコンテナを入れていきましょう。で、コンテナはですね、何かというと、これは、まあ、少し幅が狭いですね、箱ということができまして、こちらの参考のサイトにおきましても、それぞれの要素が、ある幅以上は、こう、変わっていないということがわかるでしょうか。で、これをですね、こちらのブラウザ上ではですね、設定したコンテナの幅が、このあたりですね、このあたりで、幅をですね、設定しているから、それ以上は広がっていかないという形になります。で、最大広げてしまうと、この最大の広さで見るときに、非常に、こうなんか、なんていうんですかね、こう、冗長感が出てしまうと。見にづらいと、広すぎて、っていうことが言えますので、コンテナを使って、この幅をですね、ちょっとギュッと狭めていくということをしていくというものです。で、Webflow です。でも同じようにコンテナを使うことによって、幅を調整することができると。というか、狭めの幅で、箱をまず設置することができるということが言えます。で、このコンテナを設置した上で次に行っていくのが、こちらですね、メインの中身に入っていきます。コラムですね、列という意味を持っていますが、この列、コラムというものをコンテナの中に入れていきましょう。そうしますと、このような、コラムセッティングスというものが出てきました。で、こちらの下の方を見ますと、数字の6と6とありますが、この数字が何かというと、これはブートストラップという、フレームワークを踏襲した設定方法になっておりまして、何かというと、ブートストラップは、このオア要素の幅を12とみなして、その12を分割して、ブラウザに表示させていくというものになります。若干今抽象的でしたが、どういうことかというと、例えばですね、今こちら、2列になっていますが、2列の中で、66という設定をしていますので、まあ、半々ですね、にしていますが、例えばこちらですね、20とすると、全体として12ある中で、まず10が右側の幅、そして2が左側の幅となりますので、右側の幅はこの左側の幅の5倍の長さがあるという形になります。3級にすると1対3ですね、という感じです。で、この列の数を増やしていってもですね、同じような形で、こう計算というかですね、幅を調整することができます。例えば今、列がですね、1、2、3、4、5と5つありますが、2、2、2、4、2という設定をしておりますので、2、2、2、4、2という形で、右から2番目の列に関しましては、この幅がですね、他のものに比べて2倍の幅があるということがわかるかと思います。こんな形でですね、長さを調整しながら、お好みのものを選択して、調整することができるということが言えます。で、今回ですね、やっていくのは、このですね、サンプルサイトのように4つを、まあ、均等に振っていくということをしていきますので、列の数は4にしていきましょう。で、3333という形で、まあ、均等にですね、割り振っていくということをしていきます。で、これで1回、バツボタンを押して閉じまして、で、この中に文字情報をですね、入れていきましょう。この2つの情報を入れていこうと思います。数字とその下の文字情報ですね。で、入れていくにあたりまして、今回は、まずはじめに div ブロックを入れていきます。で、これなぜかというと、コピーペーストしやすくするというのが目的となります。まずですね、今回例えば、まずはじめに要素を入れてしまいましょう。ヘディングの見出しとですね、あとはテキスト情報ですね。これテキストでもパラグラフでもいいんですが、テキスト情報を中に入れていきます。で、構成見てみますと、テキストがですね、div ブロックの中に、この見出しとテキストブロックが、まあ、入っているという形を作りました。で、こうすると何がいいかっていうと、この親要素の div ブロックをコピーして貼り付けします。コピーペーストしました、今。そうすると、このですね、中の要素も入った形で親要素をコピーすることができます。ですので、あとはこのコピーした要素をドラッグ&ドロップで移動させていけば、こんな形で中身をですね、全部入れたまま簡単に要素を移動させることができるという形になっていきます。これ非常に便利なやり方だと思いますので、こんな形で
はい、まとめてコピーペーストをしていくというのがいいかと思います。でもっと言うとですね、このパディングとかマージンとかそういった幅も全部調整し終えて1個完了した上でそれをコピーして貼り付けていくというのがまあ一番効率的だと思います。で今回はこの幅ですねに関しまして、中心的に話をしていきますので、細かい調整はしておりませんが、今ですねここからメインのところに入っていきましょう。今4つの並びがありまして、これがですねデスクトップの場合、こちらですね、デスクトップの場合は横一列にずらっと並べていますが、このですね要素、例えば今、タブレットにしました。タブレットの場合も同じようにですね、横にずらっと並んでしまっています。で、あとは携帯で、モバイルで、横長にした場合ですね、そうすると急にですね、縦一列に並んでしまっています。で、あとは携帯にしますと、携帯の縦ですね、にすると、この場合におきましても縦一列に並んでいるという状況になっています。で、これから何をしたいのかというと、こちらですね、こちらのサンプルサイトのようにですね、まずは 2×2 にするということを実現していきたいと。いう場合ですね、まあ、この場合のやり方もいろいろあるんですが、この Webflow の機能を生かすという意味におきましては、一つ非常に便利なやり方があります。それが何かというと、こちらのですね、要素の中の、コラムズというですね、このコラム列全体を統括する箱ですね。この箱の中で、こちら、歯車ですね、こちらのところをクリックするということで設定をすることができます。で、これ非常にですね、なんて言うんでしょう、わかりづらいというか、忘れてしまいがちなんですね、これ。ですので、またちょっと実際に実装するときには、あ、こんなことを言ってたなっていうのを思い出していただけるとありがたいなと思っております。こちらですね、歯車です。ここで設定をするというものですね。で歯車を押すと、上の方には先ほど初めに列の設定をした場合における、このどんな、幅でですね、並べていくのかという指示がある下に、タブレットポートレートとかですね、フォトランドスケープといった表示があります。でここでですね、それぞれの中身の要素をどう並べていくのかという設定をすることができます。でこちらですね、どういう指定になっているのかというと、まあ、大きく3つに分かれてまして、1つが、それぞれの要素をすべてですね、横に広げる。すなわち、1個1個の列をですね、横12で並べていくと。ですので、縦にですね、こうずらっと並んでいくという形になります。今、このタブレットにおきましては、この縦4つになってます。で、これは何かというと、今のこの3333という並びですね、になって、横1列にねじ込むという形にしていきますので、まあ、ねじ込まれているという感じですね、になっているというものになります。で、例えば今こちらですね、左側、今一番右側に指定されているものを左側ですね、こちらにクリックをすると、こんな形で、縦に並びます。なんでかというと、これ最大の長さ、1個1個の列が12のこの横1列の一番長い長さで指定されたからということが言えます。で次ですね、こちら真ん中は、これ何かというと、66で分けるという形です。ですので、2つごとに要素が入っていくという形になります。ですので、こちら真ん中をクリックすると、このような形で、もともとのこのサンプルのですね、サイトのように22で配置をすることができるということが言えます。で、同じようにこれ、フォンランドスケープですね、携帯で横にした場合とか、携帯で縦にした場合ですね、そういった場合におきましても調整をすることができます。携帯で全部横に並べるともう本当にこんな感じで、はい、めちゃめちゃ重なってしまって全く識別可能不可能という形になってしまいますね。こんな形で、はい、調整をしていきながらですね、レスポンシブ対応を簡単に進めることができるということで、まあ、この列の並びに関しましてもですね、非常に便利な機能ではないかと思っております。あとこのあたり細かいですね、ちょっと色の調整とかに関しましてはちょっと今回は省いていこうと思っています。まあ、結構今まで習ってきた内容を踏襲していけばですね、結構簡単に作っていくことができるかと思いますので、ぜひともですね作っていっていただければと思います。例えばこのコラムではなくて、このセクションですね、セクションで色を塗っていけばですね、バックグラウンドの色を例えばこんな形で、はい、青くしていって、で中身のテキストを白くしていって、で最後に関しましてはこちらですね、白くなっている部分に関しましては、この中身のところですね、の親要素の、まあ、div ブロックとかを、まあ、白くしていくということで、対応ができるかと思っております。例えばですね、こちら、はい、div ブロックのところで、こちらで、色をですね、例えば、はい、こんな感じで白くしていって、で、パッティングとかで、まあ、設定をしていけば、同じような形を作ることができるかと思います。これが列の大きなですね、主要な機能ということができます。